SNS での誹謗中傷について今ネットでかなり話題になっていますが、木村花さんの SNS に誹謗中傷のコメントを書き込んでいた皆さん、今どんな気持ちですかね。ざまあ見ろって思えますかね。制裁を加えてやったとか思ってるんですかね。いや別に責めるつもりはないんですよ。単純にね、本当どんな気持ちなのか聞きたい。まあ、今回の件に限らず、今 SNS でね、他人を攻撃している皆さん、そしていじめをしている皆さん、大人数で寄ってたかって一人の人間に嫌がらせをしたり、笑い物にしたりしている皆さん、人を攻撃するってね、こういうことですよね。死に追いやるぐらい人を追い込む。それでもざまあ見ろと思いますか？将来ね、結婚して子供を作って幸せに笑ってられますか？あなたたちが振りかざしているのは最初は正義だったかもしれない。もちろん言い分もあるでしょう。でもね、大人数で一人の人間を寄ってたかって責めたら、もうその時点で正義じゃないでしょう。大人数で一人の人間にね、笑い物にしたり、嫌がらせをしたり、それで一人の人間を排除できて満足ですか？今は笑顔でいられますか？この木村花さんがね、SNS で誹謗中傷を受けてお亡くなりになった件について、まあ私はドラマとか見ないので、まあそのテラスハウスについて全く知らないんですけど、今回の件ね、まあそれで、まあ便乗してるとか思われるのもあれだなと思ったんで、今まで動画に特に取り上げてこなかったんですけど、まあ非常に痛ましい事件だなとは思っていました。でも特にコメントしないつもりでいたんですよ。でもね、動画見てくれてる皆さんから、杉山先生どう思いますかとかね、意見を聞かせてくださいみたいなメッセージとかたくさんいただいたので、今回動画にまとめてみようと思います。で、まず、はじめに、大前提としてね、もう本当にお亡くなりになった木村花さんについては、心からお悔やみを申し上げます。その上でなんですけど、誹謗中傷していた人たちについてはね、非常に怒りを感じます。これはね、はっきり言って、いじめですね。いじめと同じ構造です。私は元教師なので、今までたくさんのいじめを見てきました。解決できたものもあるし、残念ながら事実関係が分からずうやむやで終わってしまったものもたくさんあります。よくね、第三者はいじめは犯罪だなんて軽く言いますけど、じゃあなんでいじめなくならないんだと。なんでいじめが起こるんだっていう話ですよね。で、まあ犯罪自体もね、なくならないので、どうしてもそれは一定の確率で起こる。でも、日本社会の中でいじめがずっとずっとなくならない大きな原因はですね、ちゃんと法的に対応していないからですね。学校でも職場でも。例えば、あのお店は警備が甘いから万引きし放題だよ、なんていう噂が広まると、まあちょっといたずらというかね、よからぬ人たちがそこに万引きしに行くじゃないですか。でも逆に、あのお店は警備が厳しいから万引きしたらすぐ捕まるぜっていう噂が広まってたら誰もそこにわざわざ万引きしに行こうとしませんよね。つまり捕まるって分かってたらやらないんですよ。多くの人は。大半の人はね、自ら危険を犯してまで悪さしようなんて思わないんですよ。もともと卑怯な人たちだもん。いじめも同じ。ネット上だろうがリアルだろうが明らかな犯罪行為があったらもうそれは警察に委ねるべき。そもそもね、学校も職場も会社も犯罪行為を捜査したり裁いたりする機関じゃないんですよ。そんな権限ない。明らかにね、犯罪行為が行われてるのに、それをうちうちで処理したりしたら、もうそれは犯罪加担するのと同じですよね。で、それが結果的にさらなる犯罪を生むことになる。で、結局いじめがなんで起こるかっていうと、やっても大したことになんないと思ってるからなんですよ。
SNS とかね、YouTube でも、なんで嫌がらせがなくならないかっていうと、大したことなんないからですよ。SNS でも YouTube でも、嫌がらせするやつはもう一発アカウント停止、一生アカウント作れませんとか。嫌がらせしたら、結構簡単に弁護士通せば、短期間で情報開示できるようになるとか。そうなったら、嫌がらせする人めちゃめちゃ減ると思いますよ。本当にもう、ちょっと病んでて犯罪しちゃうような人以外はしなくなると思います。でね、この件に関して本田圭佑さんがツイッターでね、こう言ってたんですよ。弱い人を狙うなと。やるなら強い人のとこに行けと。そういうこと言ってたんですね。で、これどう思いますか、皆さん。私はね、これは全く的外れだと思う。世の中ね、嫌がらせしていい人なんていないんですよ。強い人でも嫌なこと言われたら傷つきますよ。なんかね、有名人とか政治家とか先生とか、そういう強い人なら叩いていいみたいな、そういう風潮が諸悪の根源なんじゃないですか？強い人、有名な人、政治家、先生、目立ってる人、そういう人は笑い者にしてもいいと、バカにしたり死ねとか言ってもいい、容姿をバカにしてもいい、集団で寄ってたかっていじめてもいい、そう思ってる連中がいるんですよ。むしろね、普段威張ってるんだからあいつらは、それくらいされても当然だと、ちょっとぐらい痛い目にあえぐらいに思われてると。ねえ、これね、皆さん中学校の時のことを思い出してほしいんですけど、小学校とか中学校の時のことね、教師って結構生徒から笑い物にされてたりするじゃないですか。あなたの学校にもいたと思うんですよ。生徒からね、からかわれたり、嫌がらせされたりする先生。で、自分が中学生の時も、まあ結構えげつないことしてるなっていう人もいたし、まあ最近だと中学2年生が担任の先生の給食に下剤を入れるなんていう事件も起こったりしたんですよね、ニュースで。で、小学校とか中学校とかね、小学生、中学生は、まあ、結構ね、教師を生身の人間と思ってないところがあって、まあ、ひどいこと言ったり、反抗したりしても、それで相手が傷ついてるなんていうところまで想像できないんですよね。まあ、もしくは、ちょっとぐらい痛い目にあえぐらいに思ってるんですよ。で、幸い私は生徒からそんなひどい嫌がらせを受けるようなことはなかったんですけど、それで病んで、仕事を辞めちゃった先生とかもたくさんいるんですよ。これってね、ネットで有名人を徹底的に叩く連中の心理に非常に近いと思うんですよね。相手が生身の人間で、その人が傷ついて追い込まれてる。とても辛い思いをしてる。その人には家族がいて、普通に家でご飯を食べて、寝て、起きて、一生懸命働いて、一生懸命生きてる。ちょっと考えれば当たり前のことなんですけど、相手が先生とか有名人とかネットの向こうの人、テレビの向こうの人とかだと、そういうのなんか想像できなくなっちゃう人もいるんですよね。だから平気でひどいことしてしまったり、死ぬまで追い込んでしまったりする。ちょっと話はそれるかもしれないんですけど、さようなら安倍総理とか安倍晋三の逮捕を求めますとかもそうですよね。相手が有名人だから、政治家だからって言って、そんな感情的にね、攻撃していいとは私は思いません。もし自分がね、さようなら杉山とか、杉山の逮捕を求めますとか、よくわかんない理由で責められたら、すごい辛いですもん。で、もしあなたは自分がそう言われたら悲しくないですか？自分のね、子供が政治家になって、そう言われてたら辛いと思いませんかね。もし辛いと思うんだったら、それはやめた方がいいと思います。で、この事件を機にね、有名人たちも次々に怒りの声を上げていますよね。大悟さん、まこなり社長、池早さん、まなぶさん、有名な YouTuber たちも次々に声を上げています。もう嫌がらせしてくるやつ、なんか訴訟しようやと。お金だったらあるよという感じの風潮になってますね。
で、大悟さんがそういうツイートをした時に、もう今までね、嫌がらせしてきた奴らがいくつかアカウント消したとかね、コメント消したとかっていうことも起こったそうなんですが、それに対してさらに大悟さんは、そんなんでなかったことにできると思うなよと、追い打ちをかけてますね。今日、総務大臣もネットでの匿名の誹謗中傷に対して、投稿者を特定できたり、取り締まったりするように法改正していくというふうに発言してきました。今まで散々好き放題やってきたアンチたちも、これでしばらくは身を潜めるんじゃないかな、そういう風潮になってくるんじゃないかなとちょっと期待しています。で、最後に、じゃあ私はね、どうやって対応してるかっていうと、私も仕事の関係とかプライベートで変な噂流されたり、嫌がらせ受けることもありました。もちろん YouTube とか SNS とかで誹謗中傷のコメントをされることもあります。でも私はね、基本そういうのは相手にしません。そんなのは相手にするなと、他の人に言うわけ、言いたいわけじゃないですよ。私は相手にしないっていうだけ。まあそういう人たちってね、結局、あんたのためを思って言ってるんだよとかね、指摘してやってるみたいな大義名分を掲げているんですけど、本当に善意だったらもっとやり方考えますよね。悪意を持って関わってるんですよ、大体そういう人は。悪意を持って関わってくる人とは私は付き合う気もないし、その人たちに1ミリも時間を使いたいとも思わない。なので基本無視。まあコメントだったら即削除かブロックします。で、もちろんね、記録に取るべきことはちゃんと記録にも取っています。それは、私が記録していなくても、Google とか、まあ LINE とか SNS の記録って残ってるじゃないですか。もう永久に残ってるんですよ。永久にですよ。だからまあ別に私が記録取っとかなくてもいいんですけどね、もしもの時はね。でもまあ、もしそれでさらに見過ごせないような明らかな妨害行為とか犯罪行為を受けた場合には、もう叱るべき対応を取ると。もうそれだけですね。で、さらに言うとですね、今 YouTuber じゃないですか。だから私が嫌がらせ受けたとかね、誹謗中傷受けたとか、YouTuber 的にはネタにもなるんですよ。だからまあ、いつかね、本当にもう貯めといて、私が今まで受けてきた最悪の妨害行為ベスト3みたいな感じで、暴露してやろうかなとも思ってますけどね。はい。ということで今回は、SNS での誹謗中傷について思うことということで、まとめてみました。本当にね、今回の件で木村花さんについては心からお悔やみ申し上げます。これを機にね、SNS での誹謗中傷とかそういうのがなくなる社会になるといいなと思っています。ということで、それではまた。